行きましょう。壁際の DC 対辻川ベスト8第2戦。とりあえず画面端まで行ってくれ。まずお前画面端まで行ってくれ。しかし運よくジプリが入った。壁際の DC 惜しい展開か。これはゲージもある。コインも3枚残って相手の体力は半分ない。突っ込んだ。しかしここで前出し投げ鋭くいった。足場になる。コインを置いて追いかける。足場で上がれ。足場になる。次がゲージが溜まっている。力強く、あれをヒットカブにしたか。 KK 太るっす。OK、はい、リビ打っていく。しかし荒らしていく。あー、打ち一杯。まさかの打ち一杯。まず一本でした。壁際の DC、これが明神通力。ミスれと願えば相手がミスれ。裏から回ったから後は続かない。バース読み、ダウン取って勝負に行ったが、あーっと、なぜか前ダッシュ。はい、実利を奪っていく壁際の DC。 コインはなくなった。シュダガード総裁 DC、 これはいけるか。しかしジャンプにするカウンター。立ち合いからジャンプに揃わない。対空を絡めて KPSSI、 ここでキラージョーカーに最後合わせます。ジョニーガンは油断はできない。やっぱりね、カウンターが入ります。頑張れ。最後は暴れていった。これで1-1。あんだけ頑張ったのに。ヤバいっすぞ。クロスワイズ、ここでクロスワイズを出せるか。出し投げ通さない。ラストが当たる。しかしそこでラストが当たって、しかもラストのコンボミス。ガードバランスされて、さらに前に出ない。ロッピーヒット、コンボが取れない。カウンターから、どこ行くの。おしゃれすぎる。あんなコンボムービー作って。軽配どうだ。はい、キラーで突っ込む。キラーで突っ込む。上りはコート。DC、スピードを打っていく。スニーカーチャンスを伺う。あっと、目を閉まってない。やれキラーでどうか。最後はキラーでよかった。